ベンガスコインはニュージーランド生まれのオーストラリアの天文学者である。速攻学を専門とし、世界で最も重要な天文観測機器の一つであるアングロオーストラリア望遠鏡の設計、製造の主導的な役割を果たした。ガスコインはニュージーランドのネーピアで生まれ、オークランドとブリストル大学で訓練を積み、第二次世界大戦中にオーストラリアに移住してからは、 キャンベラ郊外にあるストロムロ山天文台で研究を行った。彼は望遠鏡等の光学機器の設計と運用に高い技術を持っていた。第二次世界大戦後、ガスコインと天文学者のジェラルドクロンはストロムロ山天文台で新しい望遠鏡を用い、銀河系とマゼラン雲の間の距離はそれまで半分に過小評価されていたことを確かめた。 この測定が他の距離測定の構成として使われたことから宇宙の大きさの推定値は2倍になった。彼らはマゼラン雲の中での星形成は銀河系よりも最近起こったものであることも発見し、両者は平行進化してきたという従来の予測を覆した。ガスコインはストロムロ3点問題の中心人物としてこの天文台を太陽観測のための天文台から 構成及び銀河の研究の中心地にまで育て、またニューサウスウェールズ州北部にサイリングスプリング天文台を創設した。イギリスとオーストラリアの両政府がサイリングスプリング天文台にアングロオーストラリア望遠鏡を設置することに合意するとガスコインはその概念設計から関わり、ファーストライトとなる写真も撮影した。ガスコインは 天文学とアングル・オーストラリア望遠鏡への貢献に対してオーストラリア勲章を受賞した。ガスコインと妻で画家のロザリー・ガスコインの間には3人の子供がいる。ガスコインは研究を引退するとオーストラリアの天文学の歴史に関する何冊かの著書を書いた。彼は自身の技術を用いてロザリーの写真家と助手を務めた。ありがとうございます。